今日はこれに行きます。森田屋総本店佐野ラーメンですね。これを行ってみたいと思います。できました。佐野ラーメンですね。佐野ラーメンなので、あっさり系ですね。今日はそれを行ってみたいと思います。ボール振りいきます。うまい。じゃあこの佐野ラーメンですね。あっさり系の、いってみます。うまい、いいっすね。麺は平打ち、もちもち系です。まあ小麦の味がバンときます。炒め野菜の、うまいな、これ。チャーシュー手作りだ。全部があっさりですね。まあ確かにチャーシューはバラのやつを使った方がバランスいいかもしれないですね。これ、ももなんですけどね。例えば、麺が、ラーメン自体が、こう、あっさりスープに具材がこってりだと、また、バランスが取れるかなと思ったりしますけど、でも間違いなくうまいです。最後に行きます。ああ今日天気がいいね。バッチリです。今日は本当嘘のような暖かさですよ。ワンコと一緒にブラッと散歩に行ってきたんですけど、暖かくてね、ちょっと MA1 着てT シャツの上にね、MA1 着て行っても、いらないぐらいあったかかったですね。うん、T シャツでも歩けるぐらい。12月入ってますからね。びっくりですよね。まあでも今週、1日ぐらいは15度下回るけど、また週末20度超えてくるみたいな。すごいことになってますよね。まあでもあったかい方が嬉しいですよ、これぐらいの方が。健康のためにも。やっぱり寒暖差はね、年取ってくるとね、効きますよね。島崎敏郎さんが亡くなったのは、まあインフルのあれだみたいな話もありますが、まあそういう免疫力も落ちるんで、病気にかかりやすくなるんだろうな。まあ政治の方も岸田さんやばそうですよね。あの裏金問題でね、やばいことになってるじゃないですか。見てる分に面白いですけどね。まあ今年も、そうやって着々と終わっていきますが、佐藤健さんの出番も今年はあと1回ぐらいあるのかなと思うんですけど、そうですね、まあその僕は佐藤健くんの出番を今年1年振り返った時にね、淡白だったなっていう感じがあるんですよ。その前の年に比べると今年の出番は、うん、多分それ皆さんも思ってると思うんですけど、まあ、その中でまあなんとなく、うん、なんか移動途中とか短めとか多いんですけど、それでも1回、2回ぐらいはがっつりやってくれた時があったんですよね。なんかその時が思い出深いかなと今年の中ではね思ってますけどね。そういう時ちょっとサービス的な話を、なんでいつだかっていうのはちょっと覚えてませんが、言ってたのの中で、要は35歳結婚もうちょっと伸ばしますって言ってみれた時、まあだいたいあの質問する視聴者さんの何ですかね、深さによるんですよね。その面白さを引き出すかどうかでっていうのはね、その中でどうやったら付き合えるんですかねみたいな話をした時ですかね。共演したからって別に付き合うわけじゃないよと、自分はそんな人と仲良くなるのっていうのはもう自分がいいと思わないといかないからと、なんとなくそうなるってことはないよねみたいな話をした時があったんですよね。そういう時を理由のが面白いなぁと思ってて、うん、同じ趣味、例えば謎解きだと、そこで知り合うと自分からご飯誘ったりするよねみたいな話をしたんですよね。それは別にどういう人か分かってるから、まあ、共通の趣味があって、まあなんだろうな、スター佐藤健っていうわけではなく、同じフラットな状態だからってことを言いたかったと思うんですけど、綾瀬はるかさんと僕、皆さんの LINE で知ったんですが、共通の趣味はあったってことですね。ワンオクが好きっていう、まあ、そことか結構大事なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、謎解きが好きな共演者っていうと、なーちゃんだと思ってたんですけど、まあ、なーちゃんもね、付き合ってる人がいるので、
そこは消えたなとは思ってるんですけど、よく綾瀬はるかさんとはワンオブつながりかと。まあ竹もねなんていうのやっぱり強いですけど、モネちゃんととかなんですけど、昨日のこの文藝春秋をね読んでてね、あ近いなと思った箇所があったんですよね。ここですかね。これちょっと佐藤健君が言ってることに近いなと思って、人前に立つこともお芝居することも未だに恥ずかしいし、おかしな仕事だなと思いながらやったりしてます。たくさんの人に囲まれて自分じゃない誰かを演じるほど、一体自分って何なんだっていうところに立ち返ざるを得ないというかみたいなね、なんかここら辺ですかね。佐藤健さんも同じような話をシュガーではしてますよね。あの俳優っていう仕事が一番自分にとっては一番向いてない仕事かと思ってたみたいなね。人前に出て何かやるのは別に未だに好きではないみたいなこと言ってたんで、まあ、そこら辺とか近いのかななんていうふうに思ったり、何ですかね、まあ、佐藤健さんのどういうところを皆さん見るのかなっていうところもあるけど、僕はなんか多くはやっぱり佐藤健君のどう誰と結婚するのかなみたいなところが気になると思うんですけど、推測じゃないですけど、あこういうところああいうところっていうふうに思いを巡らせるところが、素が出やすいシュガーかなと思ったりとかして見てるという、そんなところですかね。また来年もそういう素が見れればいいなと思ってます。